イスカーンだ。なんだかめちゃくちゃ機嫌が悪いな。あ、キリトじゃねえか。だが、見つかった。何ビビって逃げようとしてんだ。あん、お前の機嫌が悪いからだよ。だと？そうだな、確かに腹が立って仕方がねえんだ。一体何があったんだ？相談くらいなら、まあ聞かなくもないけど。相談か。そうだな、正直ベクタシンに操られていたのは俺の修行が足らなかったせいだ。おお、そうなのか。そうだ、そうに決まってる。俺がもっと強ければ仲間たちを失うこともなかったんだ。でもあれは仕方がなかったんじゃないか。ベクタによってみんなが操られていたわけだし。いや違うね。第一キリト、お前はベクタに勝ったじゃないか。それは確かにそうだけど、あれはみんなの協力があって初めて倒せたんだ。そうか。じゃあキリト、改めて俺からの相談を受けてくれ。唐突だな。まあそのつもりだったからいいけど、なんだよ。今後も何かと戦うことがあったら必ず俺を連れて行け。キリトの力になるぜ。わかった、それは確かに心強いな。よし、約束したぜ。絶対忘れんじゃねえぞ。わかった、わかったから。